2015年11月より在メキシコ、日本国大使館が入居しているトレマプフレメキシコを訪れた日本海軍。1900年。当時の一人当たり GNP は日本1167ドル、メキシコ1366ドル、米国4091ドルだった日本とメキシコの関係は日本とメキシコの二国間関係を指す。日木関係とも呼ばれる。 両国は共に、アジア太平洋経済協力会議、環太平洋パートナーシップ協定、経済協力開発機構に参加している。日本とメキシコの関係はスペインがメキシコを統治していた時代に始まる。当時、メキシコはスペイン帝国領ヌエヴァエスパーニャ副合領の一部であった。16世紀中頃から19世紀初頭までフィリピンの マニラとメキシコのアカプルコを結ぶアカプルコ貿易が行われており、スペインはそのルートの周辺諸国と交易を行っていた。日本の貿易省もマニラなどでスペインと交易していた。なお、その品々はアカプルコからベラクルスまで陸送された後、スペイン本土に運ばれるものもあった。また、16世紀中頃から17世紀初頭にかけては、 日本でも布教活動を行うメキシコ出身の宣教師もいた。1609年にフィリピンからヌエバ・エスパーニャに向け航海していたスペインのガレ温泉ンンのサンフランシスコ号がカズサ国イスミ軍岸和田村沖で嵐に遭遇して座礁沈没して岩和田海岸に漂着している。この時、全フィリピン総督のドンドドリゴラ乗船員は江戸で幕府交と越見し、 幕府の建造したサングレナ・ベントゥーラで帰国した。1611年には、スペイン副王のルイス・レベラスコは、司令官、セバスティアン・ウィスカイの一行を日本に送り、ロドリゴラの救出に謝意を伝えた。なお、この際混同性の用土系などの品々が、徳川家康に送られている。六百十三年、仙台藩主、伊達政宗により、慶長圏王がメキシコを経由して、 スペイン国王フェリペ3世及びローマ教皇パウロ5世のもとに派遣された。しかし、その後日本は鎖国体制下に入り、スペインやメキシコとの関係が途絶した。鎖国が解かれた後の1874年、メキシコの科学者フランシスコ・ディアス・コバルビアスが金星の太陽面通貨の観測のため日本を訪れ、同時に日木間の外交関係が築かれた。 1888年、中米公使兼中メキシコ公使のムツムネミツと中米メキシコ公使マテアス・ロメロは日牧州交通省条約を締結する。この条約は日本にとってはアジア以外の国と結んだ最初の平等条約であり、メキシコにとってはアジアの国と初めて締結した条約であった。その後、両国間の貿易関係や 外交関係は、第二次世界大戦でメキシコは日本を含む、数軸国に宣戦復刻し、国交が断絶した時期を除き、衰えることなく続いている。なお、諸外国の中日大使館のうちで、メキシコ大使館のみ、東京都千代田区長田町にある。2005年に、日本、メキシコ経済連携協定が結ばれた後、貿易が急拡大し、二国間の貿易額は、 約222億米ドルに達している。日本はメキシコへ主に自動車部品などを輸出し、メキシコからは主に電気機器や化学工学機器を輸入している。また、両国は共に艦隊平用パートナーシップ協定参加国である。ありがとうございます。